彼の撮る映画が好きだった。殺す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 。はいはい、もっとこう殺意出せない？もう分かんない。ここで夏美の殺意が湧き上がってこないとこの映画成立しないのよ。だって人殺したいって思ったことないもん。細川君もこんな迫力のないやつに殺されたくないよね。いや、自分は全て修行だと思ってるんでありがたいっす。あ、そう。てかこれ面白い？わかんないっすけど、ありがたいっす。面白いかどうかお客さんが決めるから。あの、監督、ちょっとお聞きしたいことあるんですけど、このシーンの二人で協力してっていうこの感情はこの時初めて出てきた言葉になるんですか？何が変わってしまったんだろう、最近のハロー君の映画ってなんかつまんないんですよね。でそれなんでだろうって思った時に、スタッフさんほぼ変わってないんですけど、この編集のところだけ持田さんから海老沢っていうなんかよくわかんないカタカナの人に変わってて、ここにハロー君の映画がつまんなくなった理由があるんじゃないかなって思ってるんですよ。確かに片思いレストランから恋のトラブルシューティングまでは全部入ってるですよね。私その辺大好きなんですありがとうございます。だからまた持田さんに編集で入ってもらえないかなって。あ、いやそれは、あ、私が言うことじゃないのは分かってます。でも夫にはまたあの時みたいな面白い作品作ってほしいんです。それは分かるけど、私さ、あいつと付き合ってたんだよね。あ、はい。え？なんとなくそうなんだろうなって。まあ過去の話ですし、二股かけられてたとかだったら殺しますけど。あいやでもやっぱりごめんなさい、あいつとの思い出は平成に置いてきたんで。え？あ、ちょうど令和になった日にあいつと別れたんだよね。それって5月1日のことですか？そうだね。私、新しい元号は令和でありますって菅さん言ってた時はもう付き合ってました。え、それって4月だよね。え、待って待って待って、ペンありますか？あ、はい。こういうことですよね。あいつ剣豪またいで二股って、どういう感情で私に3年待ってって言ったの？待つって言ったらどうするつもりだったんだろう。マジでやばいね。はい。一気に無理になりました。私も本当無理。一緒にしないでください。え、だってくるみさんはレストランで言えばフルコースちゃんと食べ終わった後に実はデザートに髪の毛入ってましたって店から連絡あったみたいなことですよね。いや、え、私は今まだ食事中なんですよ。そしたらシェフが駆けつけてきて前菜にうんこ入ってましたって。今から肉料理とか食べれますか？食べれるわけないでしょ。猫みたいになってるからさ。もしもし、ハロー君、ね、返してください。え、どうするつもり？離婚します。いや、落ち着いてください。
考えた方がいいって。だって二股かけられてたの結婚する前だから慰謝料だったら取れないだろうし。はい、じゃあ山形春を地獄に落として慰謝料ぶん殴るリハーサル始めます。よくそんな冷静でいられますね。冷静じゃないよ、ぶち切れてるから。くるみ役の持田くるみです。よろしくお願いします。こんなんじゃ生ぬるいっつってんの。はい、こちら希代のクソ男春を演じます細川くんです。春を役を演じさせていただきます細川よしおです。よろしくお願いします。持田さんって人は大丈夫そうですか？うん。そこで髪ほどく。ほどく。こんな。ソファに。ソファ。はい。あっち見て、はい。これコーヒーどうしますか？ああ、それは出て。あ、電気消しますか？あ、どっちでもいいよ。で、あんたはどうしたいの？え？春男としてのあんたはどうしたいの？抱きしめたいです。透けたね。はい。じゃあカメラはこの辺の設置かな。これって本番ではどこまで行くんですか？そりゃキスまででしょ。え？あ、すいません。いや、大丈夫なんですか？私は、はい、慰謝料のためなら。まあ、じゃあキスまでで。それ以上やろうとしたらすぐ止めれる体制作っとくね。はい。まだ止めに来ないの？このまんまだと。とか変わってないんだ。こうなっちゃうけど。いつの間にか恋に落ちていた。抱きしめてしまう。あなたのそば。呼び込んだし、私がハルのために